めこちゃん、おはよう。皆様おはようございます。かめこちゃんが来て2年目ですけど、この1年を振り返って、早起きしてかめこちゃんの世話をする、帰ってきたらかめこちゃんが仕事の疲れを癒してくれる、このかめこちゃんの丸っこい体型見ていると自分が幸せな気持ちになります。気にかける存在があるということは毎日の生活に張りがあります。毎日いろんなことを考えて世話するという、このひとときが私にとって活力になっています。今朝はもう一通りの世話が終わって、今から水槽の方にカメコちゃん戻るんですけど、餌やりはきれいな水にしたこの白い洗面器でいつもあげています。今年も残りあとわずかですが、来年も健康に、カメコちゃんも健康に1年過ごしたいと思います。皆様また明日お会いしたいです。